何？滝の中から真実の自分が現れるだと？本当にそんなことが。ああ、ナルトもここで真実の自分に打ち勝ったようだ。ガイさんもやってみたらどうですか？バカを言え。そんなことよりナルトの応援に行くのは先だ。俺はナルトを守る先生としてここに来たんだ。そんなに怒らなくても。本当は自分の真実を知るのが怖いだけなんじゃないですか？ひょっとして何よ俺が怖がっているとでも？ノープロブレム。いや、冗談ですよ。多分本性は人ではない気がしますが。そんな本気にしなくても。正直、青春青春って言ってる場合でもないだろう。老けたおっさんが無理をすると体を壊すぞ。リーの手前、青春で行かなきゃいけないのはわかるが、誰もそんなお前の無理やりな青春を望んでなんかいないんじゃないか。姿を見せろ。言いたいことを言わせておけば。いいだろう。真実のお前をとくと知るが、これが俺の本当の姿。珍獣。こいつは確か珍獣。何？青春を忘れた俺、お前の根性を叩き直す。ガイさん、そいつは真実のあんたじゃない。注意しろ。うわあ、この歯。開眼掌。うわあ。俺の真実の姿じゃない。よく見てください。どう見ても違うでしょう。目を開けた時点で真実の滝から出てしまうんだ。こいつは確か。フグとかいう魚。いや、ハリセンボンだったかな。この辺一帯は珍しい生き物が多いですからね。って、フグですか？あれ食べると美味しいんですよね。無理やり間違えてんのか、あんたたちは。